皆さんこんにちは。2023年から稼働した福岡ソフトバンクホークスの4軍球界初の4軍制度ということで話題になりましたが、その環境がひどいと話題になっています。一体どんな状況なのでしょうか。そもそも3軍があるのになぜ4軍まで作ることとなったのでしょうか。そこで今回はホークス4軍の悲惨な状況についてご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。2022年11月30日、福岡ソフトバンクホークス株式会社は公式ホームページにて4軍制の導入について決定したと発表しました。4軍制導入に伴う2023年の総選手数と4軍戦試合数は、総選手数、支配下、育成選手は122名の予定で、4軍戦試合数は229試合を予定。ビジターゲーム含む公式サイトでは、1軍から4軍の選手に対し一貫した選手強化を実現するため、投手野手のコーディネーター職を新設し、各軍をまたいだコーチ間の連携のみならず、データサイエンス部門やハイパフォーマンス部門との連携を強化し、多角的な視点から選手育成を推進しますと記載されています。また4軍導入に伴い寮の部屋やロッカーを増設、他にも様々な取り組みを行い、試合もホークス TV 球団公式動画チャンネルにて中継するなど、ある程度力を入れているのが分かります。4軍が誕生するのは NPB では初の試みで、育成選手の多いホークスならではの試みと言えるでしょう。2004年オフ、ダイエーから球団を買収したソフトバンク、オーナーである孫オーナーは、目指せ世界一のスローガンのもと、メジャーリーグとも渡り合えるようなチーム作りを目指してきました。チーム作りの要となる育成にも力を注ぎ、ソフトバンクは他球団に先駆け3軍制を11年に採用。育成や高卒ルーキーといった2軍でも出場機会に恵まれない選手を、独立リーグや大学、社会人のチームとの試合に出場できるようにしたのです。これはすぐに成果は現れました。3軍制を採用した11年以降の12年間でチームは5度のリーグ優勝と7度の日本一を達成しています。エースに成長した千賀滉大投手を筆頭に、正捕手の甲斐拓也選手、20年に盗塁王を獲得した周東右京選手など、主力には3軍でプレーした育成上がりの選手がずらりと名を連ねています。そして昨年オフ、次は4軍を設立を発表。さらなる底辺の強化を目指し、今年のドラフトでは昨年に続いて14人もの育成選手を指名しました。3軍対4軍の紅白戦も行われる見通しです。球界初なので何が成功かは難しいが、底辺を広げる意味では野球界のためにもなる、育成もあるのですごく責任を感じていると小川博史4軍監督は抱負を口にしました。ただこの4軍設立には当然反対の声も多くありました。一方でソフトバンクの4軍新設を高く評価する人もいます。それが社会人野球のセガサミーで監督を務める西田真嗣さんです。彼は独立リーグの四国アイランドリーグで14年間にわたって指揮を取った経験があります。ソフトバンクがやっていることは要はメジャーリーグと同じですよね。2軍が 3A とすれば、3軍が 2A、 そして4軍がさらに下の 1A やルーキーリーグにあたる、それぞれのカテゴリーで試合が組まれることで選手たちはしっかり経験を積むことができます。特に育成などの若い選手は試合に出ることで試合感が養われ、ぐんぐん成長する。 NPB に入ってリリーバーとして400試合以上に登板している又吉克樹、現ソフトバンクや首位打者を2度獲得した角中勝也、現千葉ロッテがその典型です。独立リーグの試合に出続けたことで想像を上回る成長を遂げたのです。そしてこんな提案も。だからこそ12球団全てが4軍とまではいかなくとも3軍を作ればより球界全体が活性化すると思うんです。ただ一つ懸念材料があるとすれば施設の問題。1軍2軍との兼ね合いがある中、どれだけ使える球場があるか、その点を考慮すると資金力のないチームにとっては少しハードルが高いというのが実情かもしれません。ソフトバンクは日本一ではなく世界一を目指しているチームでもあります。そうした背景からこういった4軍設立を行い、選手に競争心を植え付け、どんどん活性化させたいという
思いがあるのかもしれません。なお、3軍と4軍の違いについては、ミカサ GM は次のように話していました。3軍は試合経験を通じた育成、4軍は高卒やけが明けなど体力作りが必要な選手が所属する、体作りが必要な若手や怪我人を所属させ、そこで経験を積んだ後、3軍、2軍、1軍と上げさせるようですね。メジャーには新人選手が所属するルーキーリーグというのが存在します。それにあやかったのだと思います。このような背景もあって設立された4軍ですが、現在環境がひどいと話題になっています。今季オフに4軍監督に就任した斉藤和巳4軍監督が11日に自身のインスタグラムを更新し、秋季キャンプでバッティングピッチャーを務めたことを報告。現役時代と変わらない美しいフォームで鋭い球を投げ込む動画に添えて、斉藤4軍監督は投げた、特打で投げた、20分くらいは投げたかなと投稿。一方で、ただ想像以上に右肩はボロボロ、痛みを感じずに投げられる球なんて1球もない、連投はできない、そんな肩はもう持ってない、少しでもお手伝いができればと苦しい事情を明かしていました。斉藤4軍監督は肩を壊して現役を引退しています。今でも投げると痛いほど重傷だったわけですが、それでも投げないといけない理由があります。なんとこの4軍バッティングピッチャーが配置されておらず、監督やコーチらが投げるというのです。斉藤4軍監督は後日、右肩がさすがに今日は上がらないと綴るなど辛そうな状況を吐露。本人がどんな思いで更新したのか分かりませんが、あまりの環境のひどさ、そもそも斉藤4軍監督の状態を知っておきながら4軍で投げさせる球団の体制に批判が殺到、これなら大学や社会人に行った方がマシという意見が多く書き込まれました。4軍を設立したのはいいものの、スタッフが明らかに足りていないホークス、当然首脳陣の数も多くないですし、選手もまともにコミュニケーションを取る時間もないでしょう。行き当たりばったりな感じがして仕方がない部分があります。チームを世界一にするという思いは伝わりますが、その思いと行動に現場がついてこれていないのが現状。もう少し見直さないと無駄にしかならないようにも思えます。体作りやリハビリ目的で作られたという4軍ですが、その4軍で投げている監督がボロボロという、なんとも皮肉な状態となっている現状。これでは選手への説得力も減りそうですし、監督自身辛いと思うので何とかしてほしいなとは思います。このように悲惨な環境となっている4軍、今後少しは環境が改善されるといいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。